にちは、ハイジーです。今日はメニューはどんな感じなのか分かっておりませんが、とにかくお店の名前が気になりすぎるお弁当屋さんに向かっております。その名もなんとビッグベンです。このようにあいにくの雨で外で食べることは難しいと思うんですけれども、ワクワクしながら向かっております。さあ着きました、ビッグベンさんですね。いや、いい店構え。ディスプレイの弁当のご飯が綿製なんですけども、めっちゃモリモリ。初めての方におすすめのメニュー行ってみましょう。唐揚げ弁当ですね。さあ買ってまいりました。袋にもしっかりビッグベンと書かれております。どんな唐揚げ弁当が飛び出すのかってことなんですけれども、あー来ました。あ、蓋閉まらない系だ。普通のお弁当屋さんの唐揚げ弁当に比べて、あのね、ここの幅がビッグだね。やっぱり蓋閉まんない系の中には言ってもね、ここの幅が狭いだけじゃんっていうパターンもあるんですけども、これに関しましてはどうなのでしょうか。ちょっと開けてみますと、あの唐揚げに関しまして、あ、こっち側はそこそこ普通サイズの唐揚げなんですけども、こっちの方は結構でかいね。大きさはまちまちなんですけれども、個数5個は嬉しいよね。で、付け合わせが1、2、3と3種類ありまして、ご飯に関してなんですけども、今お弁当持ってて結構ずっしり重いので、相当これね、ギュッギュッてやってる可能性ありますね。いただきます。早速ですが、まずはもう唐揚げから奪い去りたいですよね。朝の光が訪れる前に。これは分かりやすく美味しいやつだね。いい感じに柔らかい僕の好きなもも肉でございまして、衣はやっぱりサクサクしております。ただそこまでジューシーってほどではないかもしれませんね。味付けに関してもガツンとくるわけでもなく、本当に優しい味わいっていう感じです。家庭的な味わいっていうんですかね。だから人によってはこれにマヨネーズかけたりとかしそうなくらいの味わいです。今取ったのが多分一番大きいサイズの唐揚げなんですけども、やっぱ結構なもんだよね。これ多分一口じゃ無理なやつだ。待って、これはうま。まずね、一口じゃ無理ですねって言いながら一口でいっちゃうっていうボケを封じられるくらい大きかったです。ちゃんとだからこれ二口分のサイズです。その大きさにもびっくりしたんですけども、その直後にこれはめちゃくちゃ脂が乗っててジュワッとジューシーでした。さらにカリカリサクサクって音聞こえましたかね。いや、ビッグベンさん、鶏肉だけじゃなくて僕の気持ちまで上げてくれてる。別の部屋に結構ヘルシー感のあるメンバーがいるのも嬉しいよね。そろそろこっちも行きましょうか。うんうん、あー美味しい。なんかもう家のご飯食べてるような感じだ。美味しい。味付けが程よい。ではこちらの方も。これはちょっとピリ辛だね。あ、でも美味しい。やっぱり。ではもうあとは唐揚げを楽しく食べていきましょう。いきなりですが、ここで注意のコーナーなんですけれども、タレパンダさんから、明日朝6時に起こしてくださいじゃないのよ。で、なんでみんなそんな優しいのよ。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回のビッグベンさんのお弁当なんですけれども、当初想像していたような、なんかもうデカ盛り弁当っていうわけではなくて、普通に美味しい家庭的なお弁当で、1個だけ唐揚げも大きいサイズのがあった、ビッグサイズ1個でしたね。なので気軽に行ける美味しい街のお弁当屋さんという感じでございましたが、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、フクロウシャープさんから、とうとう101人目が乗れましたって。これ稲葉の物置？100人乗っても大丈夫になってから101人目になるまでだいぶ時間かかってない？